とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新となってます。今回30回ですね。行ってみましょう。おー、珍しいとこ来たね。で、防護と、最後の叫び。最初に入れるやつはないかな。あとあと叫びを入れていってもいいかもしれない。まあアーティファクト次第ね。まあ、最初から使えるやつがないので、あれだな。初期装備でクリアするっていう縛り。うわ、きつそう。まあ、最初からね、クールダウンやら、ポーションバリアやら、ついてるってことは、ほぼほぼないんで、ちょっと待て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 。すんごいぞ。うっとうしい。もういやー、もうね、セットが悪い。嫌なセット。よし、 OKOK。 まあいけたけどな。ちょっと今の対策しないとちょっと難しいね。なんかね、報酬がいつも通りっぽい感じだな。ちょっと回復入れていきます。おお、珍しい。おお、珍しいとこ出てきたね。おお、珍しいところが出てきてる。 OK。 あ、これ回復のトーテム正解かも。よっしゃ、めちゃくちゃ痛い。ああ、今シーズンなかなかだぞ。本当に。いや、やめろって。本当に。よし、 OK。 すっげえ数。ソロでこの数なの。ソロでこれか。これ4人マルチ多分結構えぐいぞ。よし、 OK。 なるほど、これ回復ないと結構きついかもしんない。あ、まあね。おお、いい演者、いい演者だけども影でしょう。うん、なんか影を持っていくとね、なんかずるいなーっていう気持ちになるの。俺だけ、それだけかな。だからね、ちょっとずるいよなーっていう感じになるんですよね。ちょっとこれすっげーって。よし、 OK。 まあまあ、今回はエンドステージが多めなのね。やべえ、あっ、くれ。よし、 OK。 もうそろそろ終わりじゃないの。よし、 OK。 いや、しかし敵が異常なほどに多いよ。1回2回3回、本当に異常なほどに多い。よし、終わり。このスケールメールなかなかいいよ。このスケールメールはなかなかいいね。ドラ、でもドラかな。あとあとあるんだったら、さっきのスケールメールを取っていって育てても良さそう。うわぁ、よい。まだこっちにもあるんだ。シュルカー大嫌いだわ。なんか対策ないんかね。ああ、もったいない。なんか対策でさ、
あのシュルカーの弾は攻撃したら消えるとかさ、そういうのないんかい。あれはもうただただ食らうしかないのかい。よし、 OK。 もういよか。いや、食らうか。やべ、おい、おいって敵の数。よし、本当に多い。よし、行きまーす。もう、よっしゃ、終わり。いやー、今シーズンめんどくせえ。持っていこうかな。なんか必要な気がする。とりあえず流れ込む魂と、追い打ちかな。入れていけ。行くぞ。まあまあまあ、さすがにね、武器を取ったすぐは敵なしだわね。結構湧く、結構湧くぞ敵が。まだか。湧きすぎ敵。よし、もういらんからね。終わり。よし、次。いや、今回長い。はい、次長いわ。よし、いけ。とにかく長い。サイスが最初にあるってことは、水顔があると嬉しいよ。なんかありそうな気はするけどね。でやっぱり流れ込む魂がついたサイスは強いわ。うん、安定感が違う。よっしゃ、今回グーリア。次、あ、防具変えよう。おお、あ、火力のある、やっぱこっちの方だな。うん、闇のアーマーもまあいいんだけど、ちょっと火力で選ばせていただきます。すごいすごいすごい。それじゃ、待って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 、本当に嫌、本当にすごい。もう多すぎるって敵が。よし、タワーレースね、ピンクも結構いるしね。嫌な敵で結構矢は出てきてくれてる。矢があるから、なんかいい弓があれば嬉しいけど。あー、ボス用になんか持っていこうか。地雷かな。地雷だ、いきます。ちょい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 、 OK。 なるほど、ここすごいな。あー、やべ、ジオワンさん、うっとい。いや、嫌なやつ。よし、ちょっと待って、ジオワンさん何個しよう。
こいつがおるともうどうしようもない。でもってこいつでおしまい。よし。おお。でもエンチャントは良くないね。うん。エンチャ良くないからもうこのまま大丈夫。入れていけ。うん。クールダウンと瞬速入れる。瞬速入れよう。ちょい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 。えぐいって。すごいって今回。ちょ待って待って。ラビジャーとかすっごい。ちょっと待って、エンチャンターの数ここすごいね。よっしゃ。はい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 。難しいかどうかはねまだ分かんないけど、めんどくさいタワーではある。間違いなくめんどくさい。はいはいはい。うん、コグだね、これは間違いない。で、長男一入れとけ。切ります。あ、危ない危ない。はいはいはい、オッケーオッケー、いいよ。ちょっとなんなんエンチャンター。よし、げまだあるよ。敵も多い。敵の数もすごい。で、もうめんどくさいやついない？おー、固まってる。食らってるし。終わりだ。よっしゃで、ようやく10回がおしまい。まだまだだな。長いぞ。ミステリーがあれだね、スキルが良かったらミステリーに変えても、いや、よくねえか。うん、よくはないわ。うん、ミステリーはユニークにならないから。これでしょう。うん、反逆者間違いない。武器はね、別にノーマルのやつで強いんだけど、反逆者はもうほんと強い。わーお。これ早めに倒せる装備あったっけ。まあまあまあいいか。あー、嘘、無敵になりやがった。これは時間かかるわ。うん、これは時間かかるぞ。とりあえず影化してドラ使って、こう、でもそんなダメージ与えないしね。追い打ちを入れて、まあちょっとでもダメージ入るようにちょっと調整しておきましょう。うわ、めちゃくちゃトゲ。嘘、もったいな。ソウルもったいな。ちょっと待って、次で倒せる。まあ、ドラ使って地雷だな。で倒せんじゃない。行くぞ。よっしゃー。なんか対策装備欲しいな。あ、パワーシェイカーいいね。あ、ミスった。地雷の方ね。なんか危ねえ。めんどくせえ敵が。おーいって
すごい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 。よっしゃ。よーし。嫌なやつ。まだいるね。ちょ待て。大丈夫、ドラがある。なるほど、ネクロマンサー多めね。いやでも全然大丈夫だわ。まあパワーポーションがあったからっていうのもあるけどね。はい、13回クリア。次、あー、うん、変えよう。あぶね、食らうとこやった。ちょっとあれだな、クリーパー注意かもしんない。クリーパーに注意が必要か。いや、そんなに出ないか。 OK、 終わり。まだかい。よし、まだか。敵が多い、本当に多いぞ。いい、いいかな。いきます。あ、ちょっと待って、エンチャー入れよう。コブ全然使ってないね。コブ全然使わなかった。まあ雷と、そうね、こんな感じでいいや。行くぞ。トングをちょっと使っていこう、あ、危ねえ。あ、全然倒せるじゃん、コブで。いいよ。攻撃速度の上がった近接がいい。めちゃ使いやすい。はい、オッケー。意外と多いな。後から後から出てきやがる。終わり。で、これで真ん中です。ようやく真ん中。いいかな。ハープーンもまあまあ良さそうではあるけど、いいです。よっしゃ。あー、愛のメダルはないね。でもパワーシンカーあるから、こっちに呼んで一気に倒す感じでいきましょう。待って、危ねえ。まだ出るか。よっしゃ、倒しきれてないで、全然倒しきれてないな。 OK、 危ねえ。ちょっと待って、回復回復、危ないよ。16回クリア。海のやつは攻撃力が高い。で、アップドラフトある。いいか。うん、パワーシーカーのまんま。行きましょう。まだ使える。全然使える。アップドラフトもね、いいんだけども。よし。あー、ミスったか。選びは全然 OK。 あ、そうか、クールダウン入ってるか。なんか早いなと思ったら、そうそう、クールダウン入ってるわ。忘れてた。え、残ってる。どこどこ。あ、いるんかい。しゃあ、17回クリア。いや、いい。うん、防具はもうこのままでいいさ。武器もいいかな。うーん、で、次のね、
商人で何をあげるか、そこがちょっと考えるな。防具はあげた方がいいのよ、絶対。防具はね、あげないと、もう、足りないもんね、耐久力が。防具は絶対入れないといけない。危ね危ね。よい。よし。オッケー。じゃあちょっと押してきます。よし。あ、うんうん。減ってるね。減ってる減ってる。トライデント投げてたから、見事に減ってますね。オッケー。はい。18回おしまいで勇者いいかな。うん、いい。武器このままでいい。んでここを反逆者、うん、これだ。もういいさ、俺反逆者で行く。で瞬速ちょっと上げて、伸びじゃない、こっから落とせる感じ。これ伸びっしょ。ここは行くぞ。多分伸びのような気がするんだけど、違った。おい。ああ、一気に行けたね。溺れたネクロマンサーはなんか出てくるっていう予想があったけども、はいはい、珍しいセットだった。変えようかな。もう火力ないね。変えます。でもエンチャントはなんかあんまり入れれないな。しゃあないか。ちょっと貯めて虚無を3入れたいところですね。はいはいはい。あー、武器火力もちょっと足りなくなってきたか。武器火力がちょっと欲しい。もうちょっと火力上げたいな。おい、まだ出る。あ、でもそんな強くないから大丈夫。これなんか結構強いやつがいたらね、めんどくせえんだけど。おい、まだ出るか。まだいる。はい、あ、いいね。ある程度倒せた。よし、行こう。あと4体。よし、おしまい。いやー、もう結構溜まってきたよ。矢は結構ある。あー、ガントレット、もうユニークすぎたよ。ガントレットを開けるの結構楽しみなんだけど、もう過ぎちゃったものはいらない。エンチャントなんか入れる。まあまあまあ、虚無でしょうね。はい、火力はある。うん、でもあの、あぶね、共鳴がついてるからいいダメージは出ますわ。よし、 OK。 まだ出るでしょ、どうせ。バカ野郎お前。多い多いって。あ、でもクールダウンついてるとほんといいね。クールダウン付きほんといいよ。あー、強い武器が来た。同じエンチャントかい、この2つ。そうね、誕生終焉いいけどな。まあ、うん、入れろ。重力が入ってるから採用だ。で追い打ち、まあ凍結1ぐらい入れとけ。
で、キョムさんの俊足も入れて、そうね、アイテムボーナス一応入れといてください。22回行こう。誕生と終焉はね、重力が入るともう一気に強さが上がるよね。これはもう本当によし、重力必須。いいね、吸血が入ってるからね。あぶねえ、そこそこ回復すんのよ。よし、お前らもう遠くからプチプチやりやがって終わり。なんか一気に出てくるからちょっと注意で、23がおしまい。いや、もうちょい、もうちょいだ。あ、この槍もいいね、重力ついてて。同じエンチャントかい、2つ。いりません。あー、とりあえずこれ上に行きます。よっしゃ、謎解きおしまい。この謎解きめんどくさいよね。よっしゃ、終わり。はい、24回。めんどくさいステージもあるから嫌だ。スペルバウンドもね、このユニークスキルはもうあれだもんな、タワーでは意味ないもんね。ガーディアンの目も面白そうだけど、いいです、そのままいきます。どうしよう、どうしようか。反逆者の HP はなんかもう十分なような気もするんで、ここだ。何がついた、ダイナモか。はいはいはい、いいんじゃない。で、ああ、ここね。そう、はい、ちょっと待って、うっとうしい、うっとうしいって。よし、あっねえ、ちょい、嫌な敵多いわ。2回ダメージだわ、もう2回ダメージやめて。おいって、すごい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 、すんごいって。よし、いやー、すごいわ本当に。いや、後半もなかなか嫌な場所があるね、ほんと。で、もう商人は終わったから普通のステージばっかだね。あー、衝撃波あるけど今回釣り竿がなかったんだよね。うん、今回釣り竿なかったのよ。ちょっと待って、あー、なんか嫌なステージ、ここ絶対嫌なやつでしょ。 OK、 いや、そうでもない、危ない危ない危ない。おっしゃ、あ、特に問題ないかも。結構嫌なステージなんだけどね、今回そうでもなさそうです。はいはいはい、ラビジャーはいる、でも1体だ。
ナビじゃ弱いって。あ、そっちにもいるな。ナイス、オッケー。もう風使い、うっとい。終わりか。なかなかだ。難易度はね、別に高いってわけではないけども、めんどくさい。お、6% 吸収。でもなんか微妙だ、やめとけ。なんかあれだね。モーグを、上げた方が良かったかもね。商人で。では防具を上げて、で武器は何かに変えるっていうのもありかな。よっしゃ、終わり、行こう。ああ、もう固まんなって。よっしゃ、こういって。ちょっと待って待って待って、おーい食らってるよ。一気に行く。固まるなって、致命的だぞ。こんな敵が多いところで固まるなんて。よし、 OK、 終わりか。28回終了で最後の最後にガントレットがあるわ。いらないね。で、ここ、はい、終わりました。頑張りましょう。矢はね、たくさんあるから。おい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 、よし、もう出ないか。もう出ない。あー、倒していけ。よし、で反対側はまあまあまあ影化して一気に突っ込むっていう手もあるね。いや、そんなに敵は多くない。行くぞ。あ、瞬速がついてたの忘れてた。危ない危ない危ねえ。うわあ影か。敵多い、あそこ。ああ、やっぱり最後の商人は、これはあれだな、確実に防具を上げた方が安定しそうです。ああ、落ちてる。これ防具上げよう。最後はよし、いけた、ナイス。よし、オッケーオッケーオッケー。あぶねえ。で、弓でチクチクいこう。若干時間かかるけど確実だわ。いくぞ。はい、よし。あっち側にはもうあんまいないでしょう。いや、意外といる。いくぞ。よし、終わり。いや、一回やられちゃった。そうね、コブでいいか。持ってけ、コブを。そうね、ボス戦だから成長とこんな感じでいいか。一応重力入れといたらいいんじゃないっすかね。いくぞ。まあ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 、影化とドラがあれば全く問題ないでしょ。ああ、余裕余裕。
ちょっと減りすぎ。減りすぎじゃない？いや、やべえ。あぶな。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あぶねえ。死ぬかと思った。ちょっと、あ、隠れてたんかい、もう。もうちょっとあいつ隠れてやがった、最悪だ、やべえやべえ、ソウルがない。オッケー、普通に戦おう。でオッケー、影と断片はあぶねえ。影の断片はあれだ。おし、おーい、ちょっと待ってちょっと待ってね。いけ、よし、あぶねえあぶねえいや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 、きつかった。あのね、最後の商人は絶対防具だわ、うん、安定感が絶対変わるから、そうしましょう。いやー、なんか最後にやられそうだった、怖かった。何これ、消防、いや全然良くないわ。はい、ということで、初見攻略でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。